はい。ファミコン大好きおやじでございます。今日はね、7月の15日ってことで、えー、ファミコンの誕生日でございます、えー。ファミコンにまつわるね、動画を撮っていこうと思いますので、よろしくお願いします。えー、今回ね、まず冒頭で映ってるのは、私がね、当時、子供の頃使ってたね、ファミコンですね。 本当に当時者でございます。そしてね、そのファミコンに刺さっております、コナミワイワイワールドですけども、こちらは当時者ではないんですけど、私が初めて自分のお金で買ったファミコンのゲームってことでね、今回は差し込んでおります。で、今回のね、動画の中身なんですけど、まあ私だけじゃないと思うんですけど、 まあ、ファミコンの全盛期、私に対してはね、まあ中学生ぐらいかな、ファミコンノートっていうのを何冊か作っておりまして、えー、まあ簡単に言うとね、ファミコンの雑誌から切り抜いた、ゲーム雑誌から切り抜いたね、えー、ものをノートにね、貼るっていうだけの、えー、そういったファミコンノートなんですけど、これがね、 まあ、押し入れから出てきて、まあ、いつかちょっと動画撮りたいなぁと思ってたので、この機会に撮っていこうかなと、そういうふうに思いました。何冊かね、作った覚えはあるんですけども、実際はね、手持ちにあるのが2、3冊ぐらいなんでね、これも表紙とか取れちゃってるんですけどもね、ちょっとね、ざっくり、こういう感じでのを作ってましたっていう紹介ですね。今回の目的はね、そういうのもあるんですけど、ひょっとしたらね、私、 まあ動画見てくれてる方の中にもね、え作ってたよーとか、友達作ってたよーとか、動画撮ってる方はね、えー、あわよくば紹介してく,くれるかなというね、そういったところもありまして。まあまずは私からね、動画撮っていこうかなというところでございますので、よろしくお願いします。まあこれが好きだからって撮ってるものもあるんですけど、私のね、 どういった基準で取ってるかなというのが自分の中でもちょっと定まってないんでねまあそこら辺はね、まあ、あまり深く考えずに見ていただければなと思います時折ねパスワード載ってるんですけどまあそこら辺もねうまく隠しながらやっていこうかなと思いますはいもう当時だからこのセロテープで貼っちゃってるからさまさかこうなると思わないじゃない うんまあ、ファミコンのカートリッジとかもそうだねテープで止まってるともう色焼けっていうか、まあ、こういう感じになってはしまう,なってはしまうんですけども、まあ、なってはしまうんですけどもねうんまあ3万の名探偵であるとかタッチであるとかね、まあ、こういったデータなんかもちょっと載ってたりしますねもうちょっとね破れちゃったりもするね <laughs> まテープなんかも剥がれちゃってますからね まあこういう感じでね、ドラクエ2ですね。うん、先日ね、ドラクエ3、そして1、2とね、スイッチ版のね、リメイクが発売されるってことでね、今現在私11を遊んではいるんですけどもね、うん、楽しみですね。こちらの裏技はすごかったね。うん、私もまあ当たり前ですけど、<laughs> まあリアルタイムでね、この情報が入ってきて、自分自身もね、作りましたよ。 はやぶさの剣とね、破壊の剣ね。<laughs> で、えー、まあ、ディスクシステムのゲームなんかも載ってますしね。まあ、キングスナイトとかね、テラクレスタとか、うん、いろいろ載ってるかな。これはあれかなタイタニックミステリーかな <laughs> 友達ん家でね、遊ばせていただいた気がします。こう見るとね、美人さん勢揃いだなこれもっとたいね。 以前2 3000円で売ってて2000ぐらいだったかな。まあ今思えば購入してすればよかったかな。まあいろいろ出てはきますけどもね。まあ迷宮組曲とかね。ミッキーマウスなんかも遊んでないですけども。はい。そしてこれなんかもう取れちゃってますね。<laughs> ドラゴンクエスト2のね。まあショップリスト、ショップリストですね。うん。 よいしょまあ、高橋 <laughs> 名人の冒険島、子猫物語、じゃじゃまんの大冒険とかね、まあ。いろんなタイトル、画面が出てますけどもね。これは高橋名人のエンディング画面かな、まあ。いろいろ隠しアイテム、キャラクターであるとかね。ボスであるとか。アイテム欄とかね。ちょっとギャグ的な。 裏技的なのも載ってたりとか。このダブルドラゴンはアーケード版かなかなり綺麗ですからね。まあ、先ほどからちょくちょく出てます。ブプービーキッズであるとか。まあ、プロゴルファーサルですね。そして今やね、うんまするアテナですよ。当時5500円ですからね。これこの、この画面だけで結構尺が持ちそうだな。まあ、隣に行くとね、 当時のの販売のランキンキグかな、うん、デスクシステムの、ね、筋肉性多い争奪戦こういう感じで載っておりますねよいしょバグッダニーとかねアイセンシニコル <laughs> これはまあステージセレクトかな、まあ、隣に行くと 当時のファミコン通信の時のオリジナルディスクレーベルって書いてるのかな。うん。これはまだ使えるからな。これ使ってもいいかもな。うん。はい。で、隣に行ってね。もうこの辺から私のオホーツク好きが出てるんではないでしょうか。オホーツクからね。まあ他のゲームなんかも載ってますけどもね。 めぐみさんもいますよ。めぐみさんでまた持つね。ほんとリメイク楽しみだわ、オホーツクも。ちょっとここね、あの、ドラクエのパスワードが載ってるんでね。ちょっとレシートが入っておりますけども。で、まあ、発売日のスケジュール表が出てますね。私大好きなオホーツク。私、オホーツクはね、えー、新品で買ってない友達にね、えー、ちょっと無理って言ってもらったぐらいなんでね。うん。 発売日とかの購入ではないんですけど、まあ、当時ね、こういった、えー、っと、発売日スケジュール表はね、自分で見て、私にお金があれば、こういうの買いたいなっていうのをね、チェックしてましたね。ここもオホーつくおほうつくが出てるやつは残してたんだろうね。月風までんであるとかね。まあ、いろいろ、その当時欲しかったゲームがね、こうやってチェックしておりますね。 うん、カリーの剣欲しかったんだよな、まあ、ちょっといろいろ言っちゃうとねまた尺が足りなくなっちゃうのでこれもさほらもう私が好きっていうのがねダダ漏れてると思いますでちょっと向きを変えてねこれは取れるナムコのねドラゴンスレイヤー4ですね ドラスフォーも遊んではいないかなか友達が遊んでたかなうん。まあ、こういう感じでね、ちっちゃいのもちょこちょこね、国を組んであるとかね。うん、妖怪クラブだったかな妖怪クラブ。ま、う、あ、ん、はみしさであるとか、ハジャの雰囲とかね。まあ、筋肉マンなんかも載ってますね。隣にはね、これ何なのかわかんないデータが載ってて。 ちょっと落書きとかしてるんですけどあまり広いのはねちょっとかっ消しちゃってますはいでこれは冒険島かなバグってハニーかなちょっと老眼鏡かけてんだけどわかんないわすごいなこの大大きい画面でドラゴンスレイヤー4を入れるっていうのはすごいねもうヘラクレスの栄光とかね これ何だろう、ね、2だけあるね。あしラの章ね。ヘクター87とか。まあいろいろありますわ。はい。ももえプロとかね。これあれじゃない高橋。違う。たけしの挑戦状のエンディングかな。ファミスタであるとかね。ドラ,ドラゴンなんかも載ってるね。なんですこれ説明書だ。説明書貼ってんだろうね。 結構ガッチリ貼っちゃってるからさ、もう剥がせないのよね、これ。これ普通にファミコンの説明書ですよ。うん。で、イカリ2のね、チラシ的なのに載ってたやつかな。ああ、なんかガリガリ言うような。はい。セイントセイヤですね。シリュー好きだったのかな あ、でも、旬もいるね。あ、氷河もいるな。これ一期かな。聖夜だけいないの。うん。で、これ、写真がね、多分これグラディウスだね。なんかぐちゃぐちゃぐちゃってなってるんだけど。86年の5月2日ですよ。これ多分うちじゃないと思うんだよな。うちなのかな。グラディウス持ってた気がしないんだよな。 1>, 1ページ、2ページはね、今飛ばしました。パスワードしか書いてなかったんで。で、これもオホーツク好きなんでね、オホーツクのやつは多分全部乗っけてると思います。ほら、恵みがね、恵みがですよ。オホーツクに来10名様にね。なんて書いてる読みたいわ。で、こういう感じでね。で、下に裏技をちょっと書いております。 うん。で、あと、このね、これの下の方にはまたドラクエ2とかね。あと、コナミ YY ワ,ワ,ワールドの、コナミ YY ワ,ワ,ワールドのクリア直前のね、パスワードも書いてある。うん。そしてもう、これを見てもらえればね、これ一番最後かな。この次のページ、パスワードなんで。もう、オホーツク好きがね、伝わるんじゃないでしょうか。 ホーツク2級多分これ切らなかったら取ってないと思うのよねうん2メガですよな意味がよく分かんないんだけど僕も持っている6月27日発売でもこの頃はね私発売日に買ってないんでそして ちょっと見えないんですけど、5,800円って値段が書いてあります。これがちょっとわかんないのよ。まあ、あらすじ的なものが書いてあるんですけど、多分この朝の前があるなんでしょうね。ある朝、東京湾にってつくあるをなんで私がここで書いてるのかわかんないんですけど。まあ、以上でございます。 うん、こんな感じ。ほん、本当はね、もっといろいろね、その当時のことを語りながらね、えー、動画撮りたかったんですけど、これもね、あの、10回目ぐらいなのよ。テイク10ぐらい。あの、しゃべりすぎて尺が伸びすぎちゃってさ、2、30分ぐらい撮ってんのよ。うん。なので、もうちょっとね、なんか、ちょっとずつ時間詰めてね、やっとまあ、このぐらいでちょっと終わるかなというところでございます。はい。ということで、以上でございます。今回はね、 えー、本日7月15日ファミコンの日ってことでねファミコンノート親父のファミコンノートはね、えー、こんなのだよっていうのを撮ってみました皆さんもね、えー、そういったところにまつわるものがあれば私が冒頭で言ったようにねちょっとねコメントでいただけたりね動画で紹介していただければと思いますので、えー、よろしくお願いします まだファミコンノートね、何冊かあるので、またどっかで紹介できればいいなとは思っております。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。ファミコン40周年。おめでとう !40 周年じゃないわ。40周年は全、もう、40周年キャンペーンやってたね。私もね、えー、クイズであるとか、えー、アンケートであるとかね、ちょっと参加させていただいてね、えー、1年間40周年記念のね、 イベントに参加してきましたけどもね。今年はもう41年目に入るのかな。うん。まあ何はと,ともあれおめでとうございます。それではまた。c o n